クッション入れたいか松ヶ瀬が動いていきます。白本容赦ない。なんで容赦ないんだろうね。今リアンピン打たないでいいピンだったんですよね。ダブつくのはいいピンになりましたね、うん、でもリアンピン打っとくと多分松ヶ瀬リーチ来ないんですよ。ちょっと薄めになるんで、まあ、その裏ドラの可能性の話もありますし、その先ほどおっしゃってたちょっとね皮を強くしたいといういいピン切りでもありましたよね、それが裏目に出ましたね。なんで裏目に出ちゃうんですか。だってメリットだってあるのに。厳しいねマージャンって。でも見てください、この手とっても魅力的です。本田選手、村上もよ、村上もいい、早くもいいシャンテンだけどこのペンサンソンは弱いな。うん、まあ、もうちょっとワンクッション入れたいか。松ヶ瀬が動いていきます。白本容赦ない。なんで容赦ないんだろうねこの人。戦いですから。はい、こんな鬼のように打てないな。負けるわけにいかない。そうなの。負けるわけにいかないですよ。1回ぐらいラス引いてもいいじゃない。よくないですよ。なんで。だって今プラス200ポイント弱なんですよ風林火山。ダメなの。そんなにたくさんあるじゃない。だってボーダーラインが今マイナス 26.4、 そこと200ポイントちょっとしかないんですよ。はい、甘いことは言ってられないね。はい、常に。となると、はい、シャーナン E1 って泣きやすいじゃないですか。赤ウーピンチーピン外しますね松ヶ瀬は。ほう、ええ、名より身を取るっていう感じですねこれは。ウーピン先に入っちゃえば別ですけど、もうこれポンしたら赤ウーピン切るんじゃないですかね。名より身を取る。例えばこのシャーポンしたら、まあ、打点よりも上がりを取るっていうことですか、ええ、ダブナンなんですけどね。おや、マンガンなんですよ。南赤ドラで、あ、ダブナン白ドラでいいのか。はい、白をポンしてます。じゃあもう早く赤オープン切りたいね、うん、さよなら今だ。チーピンから渋いね。でもやっぱりここはまあ赤ウーピンもいずれ外す考えですか。赤ウーピンから切ると難が出にくくなるって読んだんでしょうね。本当警戒心を解いておいて、チュン。でここは赤ウーピン、もう一個泣けたらもういらないと。だって E1 は泣きやすいですね。あ、E1 泣きやすいもんね。白をポンシャーポンとしていった松ヶ瀬がイーシャンテンです。魚谷赤ウーピンが出たところか、ドラの数層が1枚、赤馬が1枚。満貫になるんですよね、これ赤ウーピンいただくと。そうなんです。いただき方を考えてますね。ポンとしました。難しいですね。チームあったんで。ええ。カンチーピンを生かしに行きましたね。ポンで。仕掛けた漫画を狙っていく大谷、確かにウーピン3枚見せることでチーピンが出やすくなるか。いや、村上テンパイは近かったんですが、何せ形がまだね急所が残っていますから。あ、わー、早い早い、これダメだ。ポンシャーポンして松ヶ瀬のテンパイは E1 とダブナンのシャンポン。これはダメだ。魚谷ドラドラカーカー、また他3チームの気持ちになってますか。はい、ホンダ危ないじゃんこりゃダメか。なんが浮いてる。ご注文通り、注文通りになっちゃった。さらに差が広がります、はい、ダブナン白ドラ8000点。ホンダから松ヶ瀬へ、またもロン上がり。これで松ヶ瀬こんなに開いちゃったの。